入学前は高額商品は持ってなくて脱サラできるような状態ではなかったです。北野さんのところに入学させていただいて、今年はすでに7ヶ月間で1000万以上売上を作ることができていまして、とても助かっています。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、売れるファン集客のメソッド伴走型でサポートされていらっしゃる集客コンサルタントの富松真由さんと一緒に実績者対談ということで動画をお届けしていきたいんですけども、富松さんは実際弊社の学科入学いただいてからゼロ一をクリアされて、月賞で100万っていうところを超えた時点で前回実績の小一を取らせていただいておりまして、そこから月7桁っていうところを安定してはいたんですけども、今回弊社のインスタライブのテンプレであったりとかマニュアルを活用していただくことによって最高月賞300万3000円という売り上げを達成することができた、その秘訣についていろいろお伺いしていきたいなと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。今の活動内容を教えていただけますでしょうか。過去の私は派遣社員で働いていたんですけれども、過去の私のように派遣とか会社で働くのではなくて、自由な時間とか自由な場所で働きたい方、低単価で疲弊されている方とか、単発のセッションとかではなくて高額商品を販売していきたい人のためにファン集客や売れる仕組み作りを伴走型でサポートさせていただいてます。弊社入学のきっかけもあれば教えていただけますでしょうか。私は継続コースで学ばせていただいているのですが、初心者にも噛み砕いて分かりやすく話されているところとか、若いのにすごく柔らかいお人柄とか、集客の全てをマスターできる内容をお伝えされているところです。ありがとうございます。入学前の状況も軽く教えていただいてもよろしいでしょうか。入学前は派遣社員で働きながらお客様のインスタを運用代行してたのですが、高額商品は持ってなくてインスタの運用代行を低単価でやっていたので、自由な時間自由な場所で働いたり脱サラできるような状態ではなかったです。そこから弊社学科入学後の具体的な売上の変化であったりとかフォロワー数とかね、そういったところも教えていただけますでしょうか。北野さんのところに入学させていただいて安定して月7桁売り上げる仕組みを全て学ばせていただきました。フォロワーの増やし方とか、そこからの教育方法とか、具体的なセールスのやり方、さらに自動化とか、安定的に月7桁を売り上げるために必要なこと、本当にたくさんのことを学ぶことができています。おかげさまで先月は月賞300万円を達成させていただいて、本末スクールのお問い合わせとかもいただくようになったりとか、今年はすでに7ヶ月間で1000万以上売上を作ることができていまして、とても助かっています。月賞300万円という売上は過去最高月賞っていう感じですか。過去最高になります。素晴らしいですね。ではその秘訣とかもこれから具体的に聞いていきたいと思うんですけども、今画面に富松さんのインスタを共有させていただいてるんですけども、こちらを元にして富松さんインスタのどういうところを具体的に意識して運用しているのかっていうところもお伺いしていきたいんですが、過去は集客教育販売の3ステップの流れだったんですけれども、今はインスタで集客してから LINE で教育では遅い時代になってきているので、どれだけインスタの中でフォロワーさんと仲良くなれるかどうかが肝だと思っています。例えばインスタライブで双方向のコミュニケーションを楽しむとか、ストーリーズを見てくれているフォロワーさんとのコミュニケーションを楽しむとかですね、 SNS って感情が伝わりやすい媒体だと思うので、常にフォロワーさんにワクワクを与えることができるようにっていうところをすごく意識しています。ある程度インスタグラムでファン化してもらった状態で LINE に登録いただいた方が制約率高かったりするということで、リールとかもやられていらっしゃいますよね。やっていますね。リールで気をつけるところは、皆さんこうスクロールしてリール見ると思うので、最初の3秒をどれだけお客様にどういうことって思っていただけるようなことを言えるかっていうところを意識して作っています。最近はトーク系とかのリールも多めにアップされてらっしゃいますけども、でもリールのネタとかってどういうふうに考えられてますか。リールのネタは北野さんのリール動画ももちろん参考にさせていただいたりとか、いろんな同業者の方をリサーチさせていただいて、その中で言っているワードとかをパソコンのメモ帳とかにストックしたりとか、自分で考えるっていうよりはたくさんの方を拝見させていただいたりとか、テレビとか歩いていてこういうことが起こったこととかを参考にして取り入れたりとか、自分の実体験とかを取り入れてお話しするようにしています。インスタライブとかも定期的にされてらっしゃると思うんですけども、今回売上が上がった一番の決め手というのが実はライブっていうところでですね、インスタライブについてどれぐらいの頻度でやっていたのかっていうところとか、ライブをやる前と後での変化っていうところもちょっと教えていただけますでしょうか。朝ライブを結構やってたんですよね。朝の9時とか10時とか、あとは午後の15時とかで、ね、おやつの時間とか皆さんまったりしてる時間とかやってみたりとか、夜の10時とか、いろんなフォロワーさんと出会えるように意識しながらいろんな時間でライブをしていたんですね。そしたら結構私のことを投稿は見てたんですけど、ライブを見てて私が自己開示していることで親近感湧きましたとかそう言っていただけるようになって、それからより投稿を見たりとかストーリーズも見てくれるようになって LINE 登録して、そこから無料コンサル申し込んでいただいてお話して、まあ、ご制約の流れということが多くなりました。 LINE 登録されてから販売の流れっていうのはどういった形なんでしょうか。お客様に LINE に入ってきていただいて無料コンサルっていうのをつけています。北野さんが2対6
6対2の法則っていう風に言われていて、2割は今すぐやりたいお客様で、6割迷ってる方で、2割は絶対買わないお客様がいるっていう風に学んできているので、今すぐ悩みを解決したい方のために LINE 登録してすぐに使っていただける無料コンサルっていうのをお付けしています。そこから問い合わせにつながってっていうところだと思うんですけど、実際このライブをやる前と後での制約率面的な変化っていうところはいかがでしょうか？ライブをする前は 30% を切ってるっていう場合もあったんですけど、ライブを頻繁にやらせていただくことで制約率が 70% とか 80% ぐらいまで上げることができました。10人個別相談来たら8人ぐらいの方がご契約いただけるっていうぐらいの制約率上がったということで、インスタライブをやるとある程度自分のことを知ってくださった状態で、商品理解も進んだ状態で来てくださるので、今すぐ客の人が抽出して来てくださったりすることもできるし、弊社とかも単価高い割には制約率かなり高めな方なんですけども、ライブをやってるからこそ僕自身も5年以上売れてるかなっていうところがあるんですが、ライブの力って本当にすごいですよね。すごいですね。双方向でコミュニケーションが取れるので、私の投稿を見ていただいて気になってる方はいるんですけど、申し込みとか一歩踏み込んでいただくためには自分からライブをして先にお客様に一歩踏み込んでいって、うん、コミュニケーションを取るっていうのがすごく大事だなっていうふうに感じました。そうですよね。今回ね、ライブの重要性であったりとか LINE からの販売動線ってところもいろいろお伺いをしてきたんですけども、最後ですね、販売する時のセールスの時に富松さんが意識されているポイントとかもあれば教えていただければと思うんですけども。セールスで大事なのはお客様の背中を押すことだとすごく思っています。北野さんのスクールで学ばせていただいた具体的なベストクロージングのやり方っていうのがありまして、それを私も取り入れさせていただきました。そうすることで悩んでるお客様を背中を押すことができたり、ある程度こちらが手綱を握って誘導していって、お客様がなりたい未来へ連れてっていってあげれるように、うまくお話を進めることができるようになりました。テストクロージングっていわゆる商品提案をした後に訴求するときによくどうされますかとか抽象的な質問をしてしまうとお客さんも断られてしまったりってことがあるんですけど、ぶっちゃけこっから先の商品興味ありますかっていうイエスを取ってから商品説明に入ると制約率が上がるっていう、こういったテストクロージングをしっかりやるだけでも制約率って変わってきたりするので、こういったあたりも重要かなと思います。改めてになるんですけども、弊社の学科にご入学いただいて良かったことを教えていただけますでしょうか？過去私はセールスが大の苦手で、ライブも大の苦手だったんですけれども、そんな私でも月商300万円を叶えられた美容初心者の方でも分かりやすい具体的なセールスのクロージング方法を学べることですとか、トークスキルがめちゃくちゃ高い北野さんから事業を直接学べるっていうことが本当にすごいし良かったなと思っています。ありがとうございます。最後に富松さんの LINE 公式アカウントと Instagram の URL も概要欄に貼ってあるんですけども、特に今 LINE 登録いただくとプレゼントがついているということなんですけども、こちらのプレゼント特典の詳細も教えていただけますでしょうか？過去の私みたいに派遣社員とか知識ゼロでも脱サラを叶えて企業1年目で年商8桁を叶えることができた超有料級のインスタ集客マニュアルですとか、無料コンサル、インスタ一言アドバイスとか、集客できるようになる動画とか11大特典があるので、ぜひ集客にお役立ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。富松さんも LINE の配信もとても勉強になると思いますので、そういう意味でもぜひ概要欄から LINE の方ねチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。ということで富松さんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。